綺麗に痩せる方法、100の提案。なんか毎回言ってるタイトルが違うような気がしますが、愛されるボディの作り方、体は工房的、提案、名古屋で整体やってます体工房の小山です。ですね、簡単に簡単を、頑張らない食事法という感じでちょっとそのテーマでお話をしていますが、乳酸菌類はぜひ取ってほしい。乳酸菌のある食事はしてほしい。あの、いろいろな先生が、有名なところでアボ先生という方が腸の状態を良くするということで、他にも何人か先生がお話をしています。腸を温めることによって、腸の中で、セロトニンが作られてるんでしたっけ、何か、物質が作られてて、腸の状態を良くすることで消化吸収排泄をスムーズにしてくれる、必要なものを取って、で毒素をいつまでも入れておかないということっていうのは、まあ抽象的な話ですけども、やはり大事なことだと思います。腸の状態を、特に女性は、ほとんどの方が便秘です、構造上。で便秘薬を飲むという、私は便秘を治すときには便秘薬は飲んでほしいとは言ってるんですが、その薬を飲む前に、便秘のお茶だとかを飲む前にしてほしいのは、ぜひ腸の状態を良くしておいてほしい。これはいろいろ、種類があります。ヨーグルトでも構いません、ヤクルトでも構いません、ビックルでも構いません、それの糖なら許しましょうっていう感じがあります。まあ砂糖を入れないでヨーグルトを取ってほしいなとかっていうのもあります。それから漬物だとか、そういった類のもの、キムチだとか、そういうのも乳酸菌類ですね。そういうものはぜひ取って、腸の基礎体力はつけておいてほしい。これは努力をしなくても、ちょっと食べ物、そういうものを取ってあげることで増えてきますから、サプリメントで取ってもいいです。腸に、人には人の乳酸菌って、ビオフェルミンか、あれでも構いません。ビール酵母とか、若元みたいなのでも構いません。ちょっと取ってほしい。食事なんかって、おやつ的な部分でいうとヨーグルトとかヤクルトとか、ご飯的な部分でいうとキムチとか漬物とか、そういうものでぜひ乳酸菌は強化しておいてほしいなと思います。それが基礎、風邪をひかないとかが体力をつける、免疫力をつけるという意味でもプラスになりますので、ぜひ強化してください。で、ヨーグルトを取る時の注意としては、いろんな種類にしてください。いつもずっと同じのダノン14日それはいけないことではないと思うんですけど、いろんな種類飽きるん で変化をつけてあげることっていうのは、人間体って喜びますから、それも一つ工夫として、でぜひ、腸の状態は良くしてほしい。乳酸菌はぜひというお話でした。